こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、ちょっと先日ですね、友人の家をちょっとリフォームさせていただきましてね、その時に、出来上がったお風呂、それユニットバスを入れ替えをしたんですけども、いやよかったよかった、湯冷めせんようになった、全然お湯冷めへんから快適やってすごく、その友人が喜んでたんですけども、ちょっと待てよと、これ確かにそうなんやけどって思うことがありましてね、でそのことについてちょっと今日は解説していきたいと思います。はい、じゃあまずいつものように私の板書き見ていただきたいんですけども、今までねタイル風呂とか、そういうのも過去あってきたんですけど、最近はもうユニットバスを採用される方がとても多いので、一応ユニットバスの場合ということのケースとして、今回は聞いていただいたらと思います。はい、でね、ユニットバスは、2種類ありますよね。2種類というか、断熱があるタイプのユニットバスと断熱が、あんまりないというか、過去ないもんもあったんですけども、ちょっとこう控えめっていうんですかね。で最近浴槽の魔法瓶浴槽とかいうんですかね、ちょっと商品名かもしれませんけども、この風呂桶っていうものに断熱材がこうねこう巻いてあってですね、加工してあって湯冷めしにくい。そうですよね、昔ね僕も経験ありますけど、FRP で作った浴槽って結構すぐ冷めてましたね。だから追い焚き機能はもうガンガンかけへんかったら、もうなんか僕みたいにこう夜遅く帰ってくるような亭主は「うわなんかお湯冷たいやん」って感じで「こうぬる納豆やん」って言ってこう追い焚きかけたような思いありますけどね、今のお風呂そういうことないですよね。でどういうことかというとですね、これ断面図なんですけども、このユニットバスの、これが桶ですけども、そのところももちろんですけど、あとも結構断熱がきちっと床にこうきっちり入ってるんですよ。だからここにこうねなみなみとお湯を張った場合にこれが冷めにくいっていうことになるんですね。でじゃあよかったよかったってこうそういうふうに思うじゃないですか。でもですねちょっとこれねこれだけでっていうのはちょっと危険があるんですよね。もちろん過去の全然何もしてないよりは随分良くなってますよ。でもですねこれをやるときは一つポイントがあります。でそれがですね、このユニットバスっていうのは構造上ですね、こういうふうにこのギザギザって入ってるのは建物の壁の断熱材だと思ってくださいね。こう入ってて、この断熱層とこのお風呂のこのユニットの間にねちょっと隙間があるんですよ。そのぴったりできひんのんで。でそうするとですね、ここに隙間があるとですね、今こう基礎パッキン工法でこう通風させるケースとかが多いんで、ここに気流があるとですねこう入っていっちゃうんですよ。でこういうところからもこう入っていくって感じですね。なのでこれをやるときはこう断熱アリアから OK じゃなくて、ここにこういうところですね、気流止め、要は気密を高めるという意味でそういうことをちゃんとやっとかないとダメです。しっかりした会社さんはちゃんとやられてると思うんです。でもゆっくり忘れることもあるのでね、そこをちゃんとやってもらってるかどうかと、それからこの、お風呂のこのを支えるこの、基礎ですね、この部分の間もここもこういうですね床断熱のお家っていうのはここを基本的にこう通気させるという概念でやってるんですけど、お風呂の部分はこれ気密化されてないといけないので、ここは通気パッキンはダメです。ここのことに関して、お風呂の外周に関しては気密パッキンにしてください。でないとこう入っちゃうんでね。だからひょっとしてちょっとした隙間でもあったらここから気流が入ってきてちょっと断熱が損なわれるってことがあったり、下手したら悪さして結露するかもしれませんから、そういうところはちょっとご注意をしていただきたいと思います。でですね、そうですね、これはいわゆるこう床断熱のお家なんですけど、基礎断熱っていうやり方もあります。でこれはちょっとこれは部分的に基礎断熱という言い方ありますけど、このユニットバスにね断熱材があんまりない場合、ここはあるんやけどこっち弱い場合とかってあるので、その時は特に外周はそれなりの厚みの断熱材をやった方がいいです。でここもちろん気密パッキンです。で、できたらこう外周側ちょっと折り返しでこういうとこもあった方がよりいいかなとは思いますね。でそれでですねこういうも基礎断熱で外周全部やってる時はまあいいんですけども、こういう感じで床断熱と併用の時はここの部分にも、ここまで厚くなくてもいいですけども断熱材がいります。でね、それであと合わせてですね、大体こういうところでこういうふうにしてこう配管が通るんですよ。こういうふうにね。で、こういう時にはですね、ここの貫通部に関してここは冷たい風が入ってきてますから通らないようにここの、いわゆる気密工事は配管部分は忘れずやっとかないと意味がないです。ここもせっかく断熱してるのに通るとこがもう適当に穴開けてたらダメだ。ここの気密はしっかりしてもらえるようにお願いをしといていただけたらと思います。でこれをねやっていただくだけでそのすぐに分かるもんでもないですけど、なんとなくやっぱりうちはお湯が冷めにくいなっていうのは出てくると思います。でその上でですね、僕最後ですね、これはもう僕が勝手に独断でやってることなんですけど、僕はですねこういうこの外壁材でこっち側の間仕切りに断熱材を入れることを割とおすすめをしています。これちょっとね、こう出入りって分かる、向こう側にこう出入りしてる時に特になんですけどね、このお風呂場の間取りを考える時にですね、ここが例えばサニタリーとかだったらあんま問題ないんですけども、例えばご夫婦の寝室がそばにあるとか居室が来る時ですね、あの時にですね結構ですねここで音がねもう僕なんかちょっと酔っ払ってお風呂入ったりすること多いんで、どんがらがっちゃんどんがらがっちゃんってやってですね、うちんちはこう隣に母寝てるんですけどね、母親なんで許してくれてますけども、夜遅く帰ってきたら「あんたガタガタ言わしとったな」みたいな感じで言われることがあるんですよね。でなのでここに断熱材が入ってるとこの音抜きが随分和らぎます。なのでそんなお金かかることじゃないんでちょっと大工さんに行ってもらってこういう間仕切り側にも入れてもらうと、当たり前ですよ、ここにもパネルのこう断熱材って入ってますけども、これは保管することによってより一層浴室の保温っていうのは促進されると思いますんでね、ここも、これは法律で決まってないし森下ネタなんで嫌がる小舟さんもあるかもしれませんけども、ちょっと入れていただいたら僕はいいのかなと思っています。はい、こんな感じでね見た目何もわからないですけども、ちょっと気にしておいてもらうと、長く住んでもらうんでねちょっとずつこう得してもらえる、快適になってもらえるということで今日は解説をさせていただきました。はい、こんな感じでねいつも話してます。ちょっと面白かったなと思っていただいたらグッドボタンを押してもらったらと思います。